六面体とは、六つの平面図形で囲まれた立体のことである。特に、六つの面が、どれも正方形であるものを立方体または、正六面体と呼び、これは最もよく知られている。六面体の形状を、各面の隣接関係によりトポロジー的に分類すると、全部で十種類となる。以下にその形状を列挙するが、番号は仮につけたものである。 これらのうちで突に作り得るものは7種類に限られ、残りの3種類は王にしか作ることができない。6つの四角形。立方体、脳型体、平行六面体、四角柱、四角錐台、ねじれ、二味角錐など、軽量的性質によって様々に呼び分けるのが普通である。6つの三角形。二味角錐であるか、三角錐の一面を内側に三角錐状に。 へこませてできる、大立体である。一つの五角形と五つの三角形。五角錐である。一つの五角形と二つの四角形と三つの三角形。二つの五角形と二つの四角形と二つの三角形。四つの四角形と二つの三角形。二つの四角形と四つの三角形。四角形面同士が一辺で接するので、事業とは区別される。 二つの四角形と四つの三角形、必ずをうである。を四角形面同士が離れた二点で接するという特徴を持つ。二つの五角形と四つの三角形、必ずをうである。を五角形面同士が一辺と、その延長上の一点で隣接するという特徴を持つ。二つの六角形と四つの三角形、必ずをうである。 おう角形面同士が同一直線上の二辺で隣接するという特徴を持つ。ジョンソンの立体、すなわち、正多角形の面だけで実現できる突なものは、1、2、3の3種類のみである。3、7、8は、頂点の数が6つであるから、相対も6面体であるが、実は、自己相対でもある。カウンティングポリヒドラこの7種類の方にも、 大立体があることに注意せよ。わかりやすいものでは、大四角形を底面とした柱は一に分類される。ありがとうございます。